グリュックスブルク家は現在のデンマーク王国とノルウェー王国の王家である。一族からはギリシャの国王も出ている。グリュックスブルク上グリュックスブルク家はオルデンブルク家の流れを組む。デンマーク王フレゼリク2世の弟ゾンダーブルク公、ヨハンに始まるゾンダーブルク家の支流の一つにあたる。ヨハンの名の男フィリップが医療分割によりグリュックスブルクを相続したことにより創始された。 1779年、フィリップの元存フリードリヒ・ハインリヒ・ビルヘルムの死によって、故、グリュックスブルク家は断絶した。フィリップの老いにあたるベック公、アウグスト・フィリップが現在まで続く新、グリュックスブルク家の直接の祖であるが、グリュックスブルクを加盟に加えたのは、グリュックスブルク行為を得たフリードリヒ・ビルヘルムの代からである。フリードリヒ・ビルヘルムは、フレゼリク世の王妃、 マリーの妹であるルイーゼ・カロリーネと結婚した。孫のフリードリヒ・フェルディナントの第二、アウグステンブルク家の断絶により、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン公の儀礼称号も得た。両公国における称号は、1864年のデンマーク戦争によって、プロイセン王国に併合されたため、プロイセン貴族としての称号であった。 フリードリヒビルヘルムの4男クリスティアンはクリスチャン8世のメール・イーゼと結婚していたことから1863年にフレゼリク7世の死によってデンマーク王家の連棒家が断絶するとデンマーク王位を継承したクリスチャン9世は短期間ながらシュレース・ビヒホルシュタイン公国も継承したこの家系も現在までデンマーク王家として続いているギリシャの初代国王は バイエルン王家出身のオソン一世であったが、クーデターによって廃位され、代わって1863年に、クリスチャン九世の次男であるビルヘルムが、国王に迎えられ、父の即位に先立って、ギリシャ王位についた。ノルウェーが1905年にスウェーデンとの、同君連合を解消して独立した際には、スウェーデン王家のベルナドッテ家が、ノルウェーの王位継承権を放棄したため、 クリスチャン9世の孫の一人カールが国王に迎えられ、黄昆7世として即位した。この家系も現在までノルウェー王家として続いている。グリュックスブルクはデンマーク語ではリュックスボーとなる。正式な加盟はシュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク・グリュックスブルクである。加盟を各国語で表記すると次の通りである。ギリシャ王家のグリュックシンブルク家は コンスタンティノス二世の敗因をギリシャのを意味するティスエラザス創世に用いている。コンスタンティノス二世の外世にあたるスペイン国王フェリペ六世も正式な姓はデボルボニーグルックスブルゴはスペイン語式の発音ではなくデボルボニーグレシアはスペイン語でギリシャである。また同じギリシャ王家の出身であるイギリス王杯のエディンバラ公フィリップは正式な加盟がドイツ的でかつ長すぎるため イギリスへの帰化に際して、母方の姓マウントバッテンを名乗った。右上の数字は、即位順。右上の数字は、即位順。ありがとうございます。